はい、こんにちは。なんと、我らがドラゴンクエストのトレーディングカードゲームが出ちゃいました。ちょっとお高めの300円ちょい1パックね。だからちょっと高い。対象年齢が上なのかなっていう気はします。1パック8枚入りの101種類。すごい種類、最初からありますよ。レアリティがコモン42、アンコモン30、レア18、スーパーレア8と。てれれれれれんれれれれれれれてれれてれてれれて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 れ。いやー、皆さんどれが好きですかね。私はやっぱロト伝説3が好きで、2が好きで、1が好き。一応、ロト伝説のストーリー的には3、1、2でやると完璧なんですけどね。まあでも好きなのは、ロト伝説と、まあ、あと4、4までが好きなんですよ。5からももちろん好きなんですけどね。4までが好きです。はい、じゃあ行きます。てれれれてててーマジか、いきなり来たね。おー、記念すべき第1枚目は、なんと我らのスライム。堀井雄二&鳥山明の名作ですよ。まあ、中村浩一もね、私は一番大好きですけどね。はい、行きます。ドーン！わー、笑い人だ、遊び人だ。遊び人まだ天に出てきてないんですよね。はい、行きます。ドーン！わー、つぶった、つぶった、つぶってますよ、つぶってますよ、いいね。はい、行きます。ドーン！おー、マミー、マミー。ミイラ男じゃないね、マミーだね。ちょっとこの辺、色違いだから気をつけてください。はい、行きます。ドーン！わー、キングヒドラ出ちゃった。星3つは、レアだ、レア。じゃあ、スーパーレアではない。キングヒドラいきなり来ちゃった。はい、行きます。ドーン！賢者の石。はい、行きます。ドーン！ザー！軍隊ガニ！ドラクエ10バージョン 1.1 で、こいつ、本当お世話になった。3000匹ぐらい借りました。魔法使いのイオ撃ってからイオラ撃つっていうね。もう懐かしい。1年前ですよ、軍隊ガニ。はい、ドーン！お、なにこれ。変化の杖の魔力。いやー、いかん。これちょっと私、モノモース。変化の杖なんだけど、絵がね、スーパーファミコン版のドラゴンクエスト3なんですよ。なんで？ここはファミコン版のドラゴンクエスト3でしょ？ちょっと運営、ちょっと運営呼んで、運営。ダメダメ。スーパーファミコンはリメイク、ダメダメ。この2枚がアンコモン。この2枚がレア。あとはコモンですね。スーパーレアなし。いやー、なんか胸熱はね、結構古いのから来るんだね。はい、じゃあ行きまーす。てれれれてててー。うわー、キメラ。キメラ、はい、虫ってみんなここ虫って、キメラの翼していいっすよ。もうこいつはワンからいる子さんですからね。はい、行きます。ちょっ、うわー、マミーからの腐った死体みたいなね。スミスですよ、スミス。仲間にすると名前がスミスです。はい、行きます。バーン！おーっと、なにこれ。盗賊。ほう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 。盗賊。え？ちょっと、運営さん、ダメだって見てください。盗賊の登場がドラゴンクエスト3になってるんですよ。確かに、盗賊が出たのは、スーパーファミコン版のドラゴンクエスト3が一番最初なんですよ。だけど、違うじゃん。だったら、ドラゴンクエスト3、カッコリとか、カッコ SFC とか入れてくんないと、子さんは怒りますよ。もうこれ解雇中、おこ、おこです。ね、ちなみにね、これ最初盗賊が出た時はめちゃめちゃ強かった。素早さが高いために守備力が高くて何にも食らないし、もうチートだった。はい、次です。ドーン！お、何これ。モンスター格闘技場。おー、ドラゴンクエスト3。なんかもう、これは言っちゃダメなのかね。ドラゴンクエスト3も全部リメイク版をここにしてんのかね。ファミコン版はないのかね。はい、行きます。ドーン！おーっと、ロトの剣出たいいですか、ロトの剣。いや、もともと、オリハルコンを鍛えて、王者の剣っていうのが、ドラゴンクエストで最強の勇者の剣なんですよ。で、勇者の剣と引き継がれたものが、ロトの剣になってるんで、元は、オリハルコンから鍛えた王者の剣で、名前が変わってロトの剣。はい、ドーン！わー、ドラゴン石、今、ドラクエ10で超欲しいんだ、こいつ。こいつ欲しさに今、めっちゃカジノ通ってます。めっちゃ欲しいの。はい、ガスドーン！わー、わー、パン
ビラスだー、これドラクエ2やで、2やで。いやー胸熱い、興奮する。やっぱ古いキャラは。せーのドン。おん、闇のランプって何？あー、ラナルータ覚える前ね。ラナルータ覚える前にまず闇、夜にしなきゃいけない。あのオーブ取るときに夜にしなきゃいけないですよ。イエローオーブだったかな、何オーブか忘れたけど、オーブを取るときに夜にするためのまあ道具ですね。はい、じゃあ3つ目いきますか。これいいな、ボックス買いするか。ボックス買いあるなこれ。はい、最後いきます。てれれれてててー、おー、何色が違うけど、神田タコメン、マニアックや、神田タコメン。いや、そうだよね、神田タ1に神田タコメン4匹だっけな確か。それでね、強いんすよ。まあ、鋼の剣？鉄の剣だっけ？どっちかだよね。鋼の剣だよね、確か。あれを装備できる、あれを変えるようになったら、いよいよカンダタに挑めるみたいなね。ちなみにカンダタクリアしなくても、先進めちゃうっていう、ちょっとかわいそうなキャラですね。はい、いきます。ドーン！ん？ファミコンの画面じゃん。ルイーダの店！いや、やっぱルイー、これはファミコンの画面ですよね、ルイーダ。まあだって、ルイダの酒場、今、リアルルイダの酒場は六本木にありますから、駅降りて、アマンド曲がったとこすぐです。はい、行きます。はい、ドーン！お、ダイオウイカだね。そりゃ、これやっぱ、ダイオウイカ今、天変地異でリアルで上がっちゃってますからね。まあ、テンタクルスあたりにしとくとまたいいかもしんない。はい、ダイオウイカ、ドーン！おー、お化けキノコ。これは、あれだね。なんだろう、一瞬 FF と被っちゃうよね。あれ、FF？ みたいなね。うん。お化けキノコ。まあ、マタンゴになって、甘い息ですから、寝ますから、はい、ガストーン。どう、ドラゴンゾンビじゃん。へえ、こいつはやっぱあれですよ。ドラクエ10にも出ます。ドラクエ10にも出ます。突然、カシャカシャって起き上がって強くなる、強くなるやつですよ。いや、ドラゴンゾンビ、ドーン！うわー、キラーマシーン。キラーマシーンはやっぱなんていうか、ゲームより大の大冒険だよね。ここの丸にね、大くんがね、イオナのね、剣をブシュって刺したのだけはよく覚えてます。はい、ドーン！おー、カンダタ古文からのカンダタ。いや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 、ドーン！なにこれ？ピラミッドの地下！おー、ここね。ピラミッドの地下っていうのは隠れなんですよ、いわゆる。隠してあんの。調べないとわかんない。だから今ネット時代だからいいんだけど、昔はね、なかなかでわかんなかったと思います。何があるかっていうと、黄金の爪。黄金の爪は取ると、一歩ずつ敵が出てしまう。まあ、一歩か二歩なんですけど、エンカウント率が、一歩か二歩歩くごとに、黄金の爪の効果によって敵が出てしまう。エンカウントしてしまう。だから手に入れてから取って帰るのはすごく大変だった。でも、売ると1万いくらなんですよね。もちろん装備しても強いんですけど、まあ、エンカウント効果があるんでね。そんなのはできないと。で、確かリメイクのね、ドラクエ3かなんかだと、そのエンカウント効果がなくなっちゃってて、普通に強い武器になっちゃってたんだよね。それすごく残念。ありえない。はい、そんな感じで今回出たのは、こ、ほ、てってるる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 る。まあこの中でね、私が選ぶのはスライムとかね、遊び人とかもちろんいいんですけど、私は今回一番やっぱ心打たれたのはこれですね。ロトの剣。いやー、ソードオブロトですよ。いやー、これいいな。スーパーレアが一個も出なかったけど、スーパーレア出たらやっぱ光ってんのかね。ワンボックス買うか。これ胸熱だな。別に戦う、これもトレーディングカードゲームだから戦えるんだけど、ね、別にトレーディングだけしてもいいもんね。めっちゃいい。そんだけでドローンクエストトレーディングカードゲームブースターパック冒険の仲間たち3パック買って開封しましたという動画でした。これね、胸熱な方とふーんって方と多分ね、温度差があるかもしれない。温度差がね、やっぱ青春期にね、ドラクエをやっていたっていう方はね、ぜひ買ってみてください。まあそういった意味で300円1パック年齢層高めを想定しているのかなっていう気はします。でも今ドラクエ10で若い人たちにもドラクエ認知すごいですからね。では、また買ってこようかなと思います。バイバーイ。